はい、ということで皆様ごきげんよう。マナトと申します。夜のナイクに2、続きをプレイしていきたいと思います。クリストフォロスから鏡をね、割れた鏡のかけらを5つ集めてきてくださいということでご依頼を受けておりますので、はい、拾っていきたいと思います。はい、今回はルーエと一緒です。今いるのは聖者の森ですね。そうですよね、ここ最初に、お、宝箱だ。最初にリリアと来た時は、まあ、さっきのアルーシェの話でもないですけど人間だったっていうね。もう今は立派に俳優としてこんなに力をつけてお強くなられたアルーシェ様でございますけれども、はい。よし、やるな。な、マリオ、何なのよあんたたち。あ、アリスだ。来ないで、あっち行きなさいよ。かわいいアリス。今回サブクエストで楓ちゃんがですね、アリスが帰ってこないって心配してですね、アルーシェに探してきてくださいっていうのも受け負っておりました。すっごくたくさんいません？よし、ルエ行こう。せーの、ケーキ入刀。あ、まだいっぱいいるな。まだいる？倒しきった。まったく、助けるのが遅いのよ。何？楓の指示で来たの？余計なお世話よ。アリス可愛いなデザイン。あんた、名前は？アルーシェ。ふん、私に会えたこと、光栄に思いなさい。どこ行くの？どこ行くの？聖者の森のアリス。アリスの決意。これ、続きものなんですね。あ、今これを探してます。悲しみのかけらね。死者が眠る石っていうので、まあ、一つ心当たり、まあ絵にあった通り心当たりがあるんでそっちを探したいんですけれども、あ、なんだ、これはもう戻って報告すればいいんだ。お、シャルフ出番だよ。あー、ここゲートがあるんだ。へー、おー、へー。あ、せっかくだから渡っときますか。すごいじーっと見てる。素晴らしい。まあここですよね、お墓っぽいといえば。あー、お菓子、キャンディーみたいなのがいっぱいお供えしてありますね。死者が眠る石ってこれのことかな。お供え物もあるみたいだし。
ね、キャンディーみたいなのがいっぱい。やっぱりあった。記憶の記憶の鏡でしたっけ、うろ覚え。結構綺麗ですね。そのかけらには悲しみの記憶が宿っているわ。お、クリストフォロス。一つ見つけるごとに面白い話をしてくれるという話だったんですけれども、愛する人が首を吊っているのを見つけてしまったものの悲しみだな。悲しすぎる悲しすぎる。じゃあこのお墓は。ええ、自ら命を絶ったものの魂が眠っているわ。ああ、悲しい悲しい、はあ、うん、はい。ひとまず聖者の森はこんな感じです。こんなところか。うん、よしよし。はい、調子だ。お前は強くなったか。おお、親密度が上がった。着々と仲良くなっている。お、手は空いているか。どうしたの。ある、ちょうどいい。また凶暴な邪妖の情報だ仕事熱心だな、ルーエ。今度学園に現れたらしい。学園、了解、倒しに行くか。学園の邪妖大使。楓ちゃんにご報告。ハリスを助けてくださったのですね、ありがとうございます。今度はお礼がしたいそうですよ。あのアリスちゃんがあ、来てる。あ、私の出番かしら。ごきげんよう、皆の者皆の者、早速来ましたね。改めて紹介します。この人形は私の知り合いのアリスです。いや、いいですね、和風洋風。いやー、かわいいかわいい寂しがり屋で怖がりなので優しくしてあげてください。かわいい性格だな。何を言ってるの私は強いのよ。魔法を跳ね返す鏡もあるし、優秀な部下もいるんだから。部下がいるの。怖いものなんかないんだからね。助けられておいてよく言えますね。それでアルーシェ様へのお礼というのは。それはほら、最近邪妖がどんどん増えてきたし、凶悪になってるじゃない。きっとあんたたち怖がってるだろうなと思って助けに来たわ。要は邪妖が増えて怖くなってきたから守ってほしいわけですね。そういうこと。そういうことか。いや、このカメラカットいいですね違う、間の取り方がすごく面白い。守ってほしくないわけじゃないけど、とにかく違うんだから。ま、そういうことで私もあんたたちと行動するわ。感謝しなさいこの段差、階段の段差からね、見下ろす感じなのがまたいいですね。本当は並ぶとちっちゃいのにみたいな一番強そうな人にすり寄りましたね。楓さん、楓ちゃん。そんなことないわよ。かわいい、髪の毛かわいい、ふわふわわーい、アリスだ。お、アリス、鏡の盾。
ウサギ兵がいるのか。広範囲かつ遠距離攻撃が得意。ほお、縦の技、チラン。防御に特化しており、攻防一体の攻撃を繰り出せる。へぇ、すごい、アリスすごいな。でも本当にアリスの話にあれですね、モチーフがアリスだから、鏡の国のアリス的なね、かわいいな。お、カメラさん、博士はプール好きなんですか？好きじゃないものをわざわざホテルに用意すると思うか。お好きなんだ。でも研究者ってあまり運動するイメージがないですから。研究所にこもりっぱなしで不健康なものが多いのも確かだがな。だが適度な運動が脳を活性化させる。研究者にこそ運動は必要だ。特に行き詰まっているときは。え、博士、博士行き詰まってるんですか？ということは何か悩んでるんですか？前に持って帰った資料があるだろう。そこに気になる文言を見つけてな。月の女王は新月の花嫁を求めている。そして新月の花嫁の魂をその身に宿した時、完全なる姿、新月の女王へと進化を遂げるだろう。新月の女王？新月の花嫁？時の花嫁のことですよね。だと思うが、もし違ったら、その場合我々はどうすべきだ？いや、待て。しかし、ブツ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 。カミラさんが考え出しちゃった。博士、新月の花嫁か。何せよ、月の女王に渡すわけにはいかない。たまたまプールに来たらですね、イベントがそんな挟まってしまったというそんな状況でした。待って、時の花嫁と新月の 花嫁が別だとしたら、どういうことなんだろう。固まっちゃった。ああ、式神ちゃん、湿気は敵。神だもんね。あ、この二人はまた特訓中かな。続いてはエスフェリア公立学園へ行ってみたいと思います。ここはボスの部屋の手前でしたっけ。あそこにお祈り捧げる祭壇があったと思うので、あちらを目指していきたいと思います。はい、今回はベルーシュか、そしてアリス、ネーロ進化したんですよ。はい、そんなメンバーで行ってみたいと思います。あ、戦ってる。よし、わー、すごいですね、スタイリッシュ。こっちにショートカットがあるので、敵へ確認。よし、あ、褒めてもらえた。ベルーシュカは西館2階にですね、サブクエストの倒す対象の相手がいるので、まずはそちらを先にやってから、鏡のかけら、わお、今ならいける。すごい、乱れ、見えない。乱れ打ち、ほわー、強いな、ベルシカ。かっこいいな。お、早い、もう溜まったの。すっごいアリスに
アリスにこの人何してるのかしらみたいな顔で見られてしまいました。敵誰もいないのにブン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 って。あ、その息だって。ここ、あ、この人たちがベルーシュカのターゲット。お、いい感じですね。よし、今だ。シュパッ、かっこいい。お、あと一体。もう一体だ。お、抹殺指令クリア。え？ちょ、ま、早すぎる。すごい、鏡のアリス。すごいビームが出る。殲滅。うわ、かわいい縦バージョンのアリス。戻っちゃった。ここが鏡のリディアがね、いつも祈ってたって。よし、見つけたぞ。そのかけらには希望の記憶が宿っているわ。お、クリス。愛する人と共に歩む未来を、と星に願った記憶が。へえ。なんだからマジックだな。それはどうかしらね。なんで？お。気になる言い方するなぁ。よし、希望のかけら集めました。他のかけらもどんどん集めに行きましょう。結果報告。よしよし、力を磨いた。山とはならない。ベルーシュか。アルージェ。また新たな。ベルーシュカはどこにいた？はい。愛想ないのは分かったから、せめて名前で呼んでくれないかな。アルシェのことだった。結構一緒に戦ったと思うんだけど、名前で呼ぶと何か違うのか。何か違うのか。それはもう距離感が。距離感が変わると戦闘がしづらくなるので。その距離？心の距離。いや、物理的な距離感じゃなくてさ。まあいいや。いいな。で、何してたの？ドエルジリス様から指令。町の邪妖を退治せよ、らしい。なんだ、水臭いな。言えば手伝うのに。さあ、行こう。ルーエがね、手伝ってって言った時は行ってらっしゃいみたいな返しをするけど、やっぱベルーシカ相手だと、ちゃんと、ね、話を聞くんですね、アルーシェ。はいよ。いや、名前で呼んでくれる日が来るといいな。心の距離。あ、
噂とか。お、ああこっちは教皇庁からの依頼ですね。ルーエモカビラさん、前回一箇所回り損ねてるかも。あ、二人とも では、秘匿された鉱山跡行きたいと思います。はい、メンバーは、エスペリアと一緒でベルーシュカー、そしてアリスちゃんを入れたまんまですね。ここは非婚少女が確かサブクエストであったはずなので、最深部この辺かな。ネロお願いします。お、宝箱、なるほど。お、ターゲット、ここですね。生命を切り刻む大門、まさかこのことじゃ。そのかけらには怒りの記憶が宿っているわ。そしてさりげなく現れるクリス。実験のために何度も何度も殺され、蘇らされ、体をもてあそばれた妖魔の怒りが。あなたには刺激が強すぎたよね。もしかして私、遊ばれてる？でもこの鏡を集めるイベントでもしかしたら。クリストフォロスは何かを伝えようとしているのかもしれませんね。結果報告。いやー、だいぶ戦いましたね。よーし。あ、思い出した、パイルバンカー、あのベリウシカの武器。はい。ずっと思い出せなくてやっと思い出せた。あー、すっきり。パイルバンカー、パイルバンカー。力を磨いた。足でまとうにはならない。4。一発できました。一発できました。へへ、はい、そんなベルーシュカーと一緒のサブクエでした。アリス、ちょっと暇なんだけど相手しなさいよ。かわいい。あ、チョコレートドリンク飲んでみよう。パイセンも一緒に飲んでる。
チョコ飲み仲間も増えてきて嬉しい限りだ。さあ、仲間に加わるなら今だぞ、ルーエ。チョコ飲み仲間誘ったんですね、きっと。で、ルーエは体重気にしてる、気にして飲んでないんですね。今なら一緒に。面白い。はい、ということで今回はここまでとさせていただきたいと思います。いやー、かけらを集めてる時にね、クリスがいろいろとお話をしてくれるんですが、なんでしょうね、それをすべて総合すると一体何が見えてくるのか、個々のかけらにね意味があるのかな、まあ、エピソードがいろいろあるんですけど、それが果たして一つのことを言っているのか、合わさると何か意味があるのか、なんなんでしょうね、気になっちゃいます。はい、残すところかけらあと2つ、次回もまたサブクエストを回収しながら、メインクエストを進めていくというような形でやっていくのかな。はい、まああのそのような予定となっております。はい、では今回ここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。マナトでございました。ありがとうございました。いやー、盛りだくさん。